今年18歳になるジード。赤レンガ倉庫まで出てきてくれて、みんな大喜びです。リンゴも食べてたね。昨日もリンゴ食べてた。ご近所のジェイドとは、よく朝一番に出会って一緒に歩きました。覚えてるでしょ？ママに。ジェイさんは大好きなミクちゃんや仲良しのレンちゃんに会うと、ついつい張り切って歩いてしまって山下公園まで来てしまったりして、帰りはパパに車で迎えに来てもらっていました。僕たちはジェイ先輩から口でおやつをキャッチするやり方や、ママのスカートで暑さをしのぐやり方を教えてもらったりしました。昨日は赤レンガ倉庫から山下公園までみんなで一緒に歩けて楽しかったね。山下公園ではみくちゃんのママやちびみくちゃんと再会、周りのちびたちの動きをずっと目で追って、ジェイさん楽しそうだったね。ジェイド先輩、また来てね。みんなで待ってます。ジェイさん、今年18歳です。おはよう。すごいね、出てきて。リンゴも食べてたね。